何ルリア。ご飯ができたみたいで、あとイオちゃんたちのいる島について相談があるってカタリナが。オッケー、それじゃあご飯の前に。あ、カタリナが呼んでたのはグランの方で。はーい、ラカマが呼んでるぜ。なんか積み荷のことで話があるって。じゃあ先にカタリナさんのところに行って。ああいや、ラカムが呼んでたのはジータなんだけどよ。やれやれ、やりにくいったらねえぜ。二人の得意点か。これから私たちはベルゼバブとの再戦に臨むことになる。それを考えればグランとジータの二人がいることはこの上なく頼もしい。しかし同一の得意点同士が開口するなど本来ありえない。いや、あってはならない。決して許されることじゃない。同一の存在、それも得意点が同じ空に並び立つなど、世界の調和から最も遠い異質な状態だ。均衡の乱れは世界の危機につながる。世界を失う可能性に対し天秤にかけられるものなどない。しかしそれしかないというのか。君たちに話さなければいけないことがある。ゾイちゃん、私には使命がある。調停者として異なる次元の得意点が並び立つという異常事態は見過ごせない。君たちであっても均衡の乱れを放っておくことはできないんだ。それってつまり。剣を取ってくれ。君たちのどちらかにはここで消えてもらう。私は力を持って君たちを試す。そして生き残った方のみを得意点としてこの世界に残す。これが調停者としての私の決断だ。どうする？戦う。君もそのつもりだろ。そっか、安心した。やっぱりあなたは異なる世界の私なんだ。僕もようやく実感できた。やっぱり君はもう一人の僕だ。本当に戦うんですか？私たち仲間なのに。それにグランとジータのどちらかが消えなくちゃいけないなんて。まあゾイちゃんの言うこともわかるから。確かにありえない状況だもんね。それにゾイちゃんがすっごく悩んだのもわかってる。そうやって出した結論ときちんと向き合わないのはちょっと違うんじゃないかな。でも。大丈夫、安心してルリア。負けないよ僕たちは。そうそう、だってもう一人の自分に背中を預けられるんだもん。私のことは私が一番よく知ってる。だから負けないよ、絶対に。覚悟はできたようだな。許してくれなどと乞うつもりはない。私は私の使命を全うする。全身全霊をもって私に抗え。共に世界の意志を確かめよう。
界の均衡が崩れる可能性が生まれた時、私は権限する。世界の均衡が崩れる可能性が生まれた時、剣聖
Quest failed.